皆さんこんにちは。今日私は青森県十和田市に来ております。さて、ナッチについてはよく理解した。でも例えばトイレの小便器に的がついているわ、なぜこれをナッチにするのかというのがよくわからないという質問をいただきました。ナッチは平たく言いますと、分かっていてもそれができない行動に対しまして背中を反った後にするようなアプローチです。人を動かすアプローチとして大きく4つに分けることができます。1つ目は普及啓発、2つ目がナッチ、3つ目がアメとムチ、いわゆるインセンティブです。4つ目が規制、トイレをきれいに使うということはみんなが分かっています。でもトイレをいざ使う時になるとどうしても焦ってしまうので、そのことを忘れてしまいます。そんな時に的があるときれいに使わないといけないんだということを思い出させてくれます。思い出させてくれるアプローチにしても、きれいに使いましょうと書かれるよりも、あるいはきれいに使わなければ罰金ですとされるよりも、的をシンプルに書いた方が狙えさえすればいいんだという遊び心も相まって、きれいに使いやすくなります。的があると狙いたくなるという人間の心理をうまくついたものかもしれません。今日のお話はここまでです。今日も最後まで聞いてくださり本当にありがとうございました。